今日はですね、これ、ホオズキ。ホオズキのいけばなをご紹介したいと思います。このホオズキって、色もめちゃめちゃインパクトありますよね。まさにこの夏の風物詩っていう感じで、お部屋に飾ると季節感も出ると思います。今日はコンパクトに、玄関でも飾れるようなホオズキのいけばなをご紹介したいと思いますので、ぜひ皆さんもやってみていただければなと思ってますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。このチャンネルでは、プロの華道家ならではのいけばなの楽しみ方やテクニックなどをご紹介しています。チャンネル登録がまだの方はぜひお願いいたします。はい、でこれホオズキね、実はねこれね小ぶりな方、かわいいでしょう。 3,4 センチってところですかね。で下の方が大きくて、まあ、5センチぐらいあるのかな。でお花屋さんにねこの時期は並んでることもあるので、できるだけ小ぶりな方がお家の中に飾るには向いてると思います。以前もホオズキの生け花ご紹介しているので、それもぜひチェックしていただければと思います。で今日は若干生け花から離れるかなっていう感じもありますが、こういうのを使ってみたいと思います。これすだれ、こういうのってホームセンターとかで売ってるじゃないですか。これをちょっと背景に見立てて使おうかなと思ってます。半分ぐらいにしようかな。一回ここ切って、まあいろんな長さあるんだと思うんだけど、半分ぐらいに切って、ここは紐を結び直さなきゃだね。ここはもう一回結ぶと。でも夏って感じするでしょ。このすだれって風を通すっていうイメージだよね。窓にかかってるだけでね、風を通すってことは涼しいだろうっていう、こう想像力ってことですよね。これをここにも立てちゃおうという作戦ですね。これこの歪みをなしにするか、ピンとしてた方がでもいいような気がするね。剣山に刺しちゃおうと。刺さるもんだね。本当はねあんま水につけたくないんだけど、まあちょっとやってみましょう。こんな感じ、ありじゃない。すだれで壁を作りました。これ今牡蠣の中に入れちゃってるけど、これが後ろでもいいよね。例えば、まあちょっと一回出そうか。後ろに置く感じでもいいよね。壁に立てかけるとかできればね、これでもいいよね。すだれを水につけるってのはあんま良くないね。吸っちゃうからね。まあこうやって僕も試行錯誤でやってるってことを、こんなことで普段やんない悪くはないよね。今度は牡蠣の後ろにしましたと。はい。で今日も工作だな。ホオズキ、まあ僕は小ぶりな方が好きなんで、ここら辺指で落としちゃっていいです。ちょっとこれをね、まあ引っ掛けるってことですよ、ここにね。そういう作戦、必要なのはワイヤーね。茶色いワイヤーがいいかなと思います。でこれを、まあ、ちょっとこうねじりながらつけると。もう引っかかるよね。で、ここに、まあ、こう、生け花用というか、まあ、こういうフローラルテープっていうやつね。こんな感じで巻きますと。このすだれにかけたいと。これ、どこに置くかは、まあ、あなた次第ですね。この紐にね、かけてもいいしね。まあ、引っかけるだけでも全然問題ないね。こんな感じ。1個目。5個ぐらいいこうかな。ここに。こういう感じになると引っかかるよね。ちょっとこの青い感じも悪くないね。引っかかったと。ワイヤーの長さでね、高さも変えられるよね。ここら辺はなんかもう勝手にやってって感じね。配置はね。まあこれってちょっとさ、平面チックじゃない。だからまあそんなに立体感とか出ないしっていうのもあるんだけどね。でもなんか悪くないね。うん。もう一つくらい行こうか。このなんか感覚、どこにホオズキ置くかみたいなね、ちょっと生け花とかやってるとなんか一応あるかな。あるところとないところを作るとかね。であとお花を一応生けるから、お花は右下にしようかなっていう計画ですね。夏っぽいお花をここに生けていきましょう。必要ですね。綺麗でしょ。色がいいよね。ちょっと朝顔に見える。なんか可憐でいいよね。っていうことね、こんな感じね。で最後一本いきましょう。ここ下はやっぱグリーン入れると。っていうことで、この最後3本目ね、ちょっと前に出してます実は。あとねじめね、下の方、緑を下と後ろと入れたところで。
まあ、こんな感じでいいかなと思います。だからこれ幅30センチもないぐらいだよね。こんな感じで前に置いて夏のお花と合わせてみるみたいなね、なかなかいいかもね。まあちょっとこんなすだれに引っ掛けるみたいなのも面白いかなと思ってご提案してみました。要はこれもう水いらないってことなの、ホオズキは、ね、水なしでも飾れるのでそこらに転がしておくだけでもよかったりします。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。